皆さんこんばんは。今日は夜ご飯のお片付けが終わって少し時間があるので、私のおすすめの手荒れケア法とか、ちょっとスキンケアについて私のキッチンから紹介しようと思います。私はお料理が好きで、掃除も当然主婦なので毎日やるので、やっぱりこう冬は手荒れが毎年ひどくなっちゃったりするんだけど、とても良い方法を見つけたので紹介します。多分ね、今コロナでこういう70杯以上のアルコールでしょっちゅう手を消毒している人とかは、もともと敏感肌とか乾燥肌の人はもう男の人でもすごい手荒れしてる人よく見ます。なのでちょっとでも参考になれば幸いです。まずですね、今日私はこのココナッツオイルをこのロトで、この空の容器、もうこれ使っちゃって中ないんですけど、これに移そうと思います。ちなみにこれはおじがくれて全部使い切ったんですけど、さらっとした乳液でした。アクアレーベルバランシングケアミルク、でも私は結構バンバン使うタイプなので、乳液とかはすぐなくなっちゃうので、普段はそういうものよりもココナッツオイルとか、あとアーモンドオイルとかキャスタールオイル、ひまし油ですね、でスキンケアしてます。で、猫ちゃんもいるので一番安全なのはやっぱり肌ケアにはココナッツオイルかな。キャスタールはひまし油の原料は猫には毒なので、顔に塗った時はもう絶対彼につかないように注意してます。ある程度吸収したら拭き取って、顔を拭き取って、それで寝るようにしてます。でもペットにも、一応ペットに触るって人もココナッツオイルは比較的安全なのでおすすめです。あとオリーブオイルもおすすめです。でですね、使いやすいように私はこういう容器をアルコールで2回ぐらい洗ってココナッツオイルを入れます。綺麗に洗ってから入れるんですけど、ちょっとだけアルコールが中に残るのは私は気にしないんですけど、アルコールっていうのはオイルにも水にも溶けるので気にしないんですけど、気にする人はもうすごく綺麗に瓶とか洗って完全に太陽光の下で乾燥させて容器に移すって方もおられます。で、手荒れケアにもココナッツオイルはお料理してる合間合間に塗るのにもおすすめです。万が一ね、料理にちょっとついたりしても安全なので、食用のココナッツオイルだと。で、あとお風呂上がりにも全身に使えるし、あと日焼け防止効果もあります。だからビーガンの人は本当にこれで全身ケアしてる人がすごく多くて、私は夏場も水浴びとか、あとお風呂上がった後全身に塗るんですけど、すごいいい香りがします。ココナッツオイルすごいいい香りもするし、あと汗の匂いとかも抑えてくれるので男性にもおすすめです。殺菌効果があるのでね。で、容器にこれ移したらだいぶ長い間持つので、残ったやつはクッキー作ったり、あと料理に使ったりもできます。で、なるべくね、アンリファインドって書いてるやつで、コールドプレスのものがおすすめです。そう、ドクタープロナーズはキャスタールソープもおすすめです。マジックソープっていうのかな、日本ではもう出してる会社です。でですね、爪もやっぱりこう乾燥して、マネキュア塗っても今もう毎日お母さんたちは料理しないといけないし、自粛生活で家に行って料理掃除、あと消毒とかで大変な方が多いと思うんですけど、爪もどうせマネキュア塗ってももうすぐ剥がれちゃうので、私は最近マネキュアはしないで、ネイルはしないで、これ爪磨き、ガラスの爪磨きでここもここも磨きます。これすごくいいです。ある程度爪も短くできるし、あと今は整えてないからあんまり綺麗じゃないんですけど、これで磨いて表面整えたら形も綺麗になるけど、爪の表面が透明マニキュア塗ったみたいにピカピカになります。本当に、なんて言うんだろう、これが自分の爪っていうぐらいなんかピカって光ります。
で、ネットフリックスとか見てる時のいい暇つぶしにもなります。ガラスの爪磨きは多分楽天とかで、ガラスの爪磨きで検索したら出ると思います。私はアメリカの eBay っていうそういう、なんて言うんだろう、メルカリみたいなものから注文して買いました。で、本当に手荒れがひどい人は、お風呂上がりにハンドクリーム塗って、もしくはココナッツオイルとか、あと、ひまし油でも、アーモンドオイルでも、オリーブオイルでも何でもいいんだけど、保湿効果のあるオイル、あと、ニベアでもいいし、白色ワセリンとか何でもいいので、保湿効果のあるものを塗ってから、こういう面の手袋をします。これも薬局とか100均で買えます。面の手袋をして、それで髪乾かしたりしてある程度吸収するまで待つっていうのがおすすめです。私はいつも顔のスキンケアして、その後手にハンドクリーム塗って、この目の手袋して、それでスクワットとかしながら髪を乾かしてます。で、髪が乾き終わって手袋外したら本当に手がすごくしっとりしています。で、薬局でおすすめなハンドクリームとしては、安いのでは、このハンドクリーム、キスミーハンドクリームってやつで、あと何かな、白色ワセリンとか、あとニベアとかでもいいし、本当にもうめっちゃ手荒れがひどいって人はこれが一番おすすめです。今まで30年以上生きてきて一番いいと思ったハンドクリームはロコベースリペアですね。やっぱりこれはすごく効きます。で、ちょっとお高めなんですけど、目の下とかにも使えます。なんて言うんだろう、アイクリームとしても使えるし、顔がすごい乾燥する時もこれを手のひらで温めて、じっくり塗っていくと次の日すごくしっとりしてます。ですね、セラミドとコレステロールと、あとオレイン酸、パルミチン酸っていう3つの保湿成分が入ってるらしくて、シアバターも配合してるみたいです。で、皮膚科医の人が言ってたのは、セラミドが入ってるやっぱクリームはすごく肌荒れしてる人にはいいそうです。でもとりあえずね、これは私の友達とかもすごい手荒れひどい子もみんなこれは効くって言ってるので、手荒れが痛いほどひどくなってる人はこれおすすめです。で、また、ひまし油とかの使い方は過去の動画で紹介してます。で、最近一番おすすめなのはこれかな。アーモンドオイルもすごく使えます。すごくサラッとしてるので、全身に塗ってもお風呂上がりすぐ皮膚に浸透するし、あと、ちょっと、なんて言うんだろう、ボディーローションとかにちょっと数滴落として混ぜて、全身に塗っても保湿効果が上がります。ひまし油はちょっと使い方がベタっとしてるので難しくて、慣れるまでも難しくて伸びも良くないので、顔、主に私は顔だけに使うんですけど、アーモンドオイルなら本当にサラッとしてるので全身に使えます。で、これは料理用に作ってるローズマリー入りのオリーブオイル、ローズマリーエキスを抽出してるオリーブオイルなんですけど、これも料理しててちょっと手が乾燥するって時とかにワンプッシュして肌にも使えるし、作るのも簡単なので、また下に、私はクックパッドにこのレシピを書いてるので、また下にリンクしておきますね。で、唇荒れるって人にもこういう食用のオリーブオイルはおすすめです。まあね、ココナッツオイルでもいいんだけど、ココナッツオイルは結構本当にすごいサラッとしちゃうからポタって落ちちゃう可能性があるので、こういうオリーブオイル少量を唇に塗って保湿するとか、あと蜂蜜で唇のパックするのもおすすめです。唇のケアって結構最後になっちゃう女性も多いと思うんですけど、唇が保湿されてるとその水分が奪われないので、もし唇が異様に乾燥してそこからどんどん水分が出ていっちゃうと、ほうれい線とかその周りにある皮膚の水分まで奪っちゃうので、口の周りの乾燥全体につながるので、唇はもうステイホームで家にいて誰にも会わなくてマスク
してるから口を人に見せないって人にも家で唇のケアをするのはおすすめです。もう私はお風呂上がりに全部しちゃう、全部顔全体保湿しちゃうタイプなんですけど、うん、キャスタールオイルはね、目に入っても安全なので、その点でも目の下まできっちり塗れて保湿力がとにかく最強なので気に入ってます。で、結構ねインド人はギーを温めて目に垂らすっていうその両方があるんですけど、アーユルヴェーダでギーを保湿ケアに使う人もいるみたいです。私はあんまり肌の保湿にはギーは使わないんですけど、主に旦那のトーストに塗ったりチャーハン作る時に使うんですけど、もうこれぐらいまで1% ぐらいまでギーがなくなってもうすぐなくなりそうっていう時にちょっと口の周りのケアに使ってギーでパックして、それからもうシャワーで洗い流すとか、たまに保湿ケアしてます。ギーはバターのより高度なバージョン、精製されたバージョンなのでビタミン A も豊富なので、オリーブオイルとかはビタミン E が豊富なんですよ。アーモンドオイルとかは、でギーとかはビタミン A が豊富なので、うん、たまにいろいろオイルを変えて違う栄養素を肌に送ってあげるっていうのもおすすめです。うん、手荒れ、結構手が荒れてると気分もすさむと思うし、簡単な、一番簡単なセルフケアだと思うので、ちょっと面倒くさいと思っても手のパックだけ荒れてる時はしてみるってやってみてください。すごく効きます。この綿の手袋で保湿、しばらく保湿する、映画とか見てる時でもいいし気がついた時でいいので、手の保湿パックをしてあげるだけで手荒れがすごく治ります。あと石鹸もあんまり抗菌作用が強すぎるのじゃなくて、普通のキャスタール石鹸とか、あとグリセリン石鹸っていう石鹸に変えてみるとか、これから秋から冬にかけて手荒れがひどくなる前にいろいろ対策してみてください。参考になれば幸いです。また質問あったらコメント欄にコメントください。バイバイ。